トガシキ加藤です。危ななんで体張ってるんですか、そんなのに。危な破壊するんですか。畑原です。畑原、畑原真嗣です。よろしくお願いします。私の友達が、旅する吉川家という YouTube チャンネルを始めました。笑ってます。我々のチャンネルを登録されている皆さん、ぜひ、旅する吉川家チャンネルも見てあげてください。私の友達なんですよ。あ、じゃあ半分半額だな。金一銭もらってません。よろしくお願いします、はい、畑高安です。はい、はい、よ。じゃあ今回のね、先日の井上チャンピオンの試合、はい、8ラウンド2分34秒TKO 勝ち。ナイス試合でしたね。いや、素晴らしい。予想は外れましたけど、誰しもが予想しなかったラウンドでしょうね、うん、まあ、内容は云々は置いといて、うん、8ラウンドまで行くとは、私も一応7ラウンドまでとは言いましたけど、うん、そうだよね、それに近かったね。はい、よかったと思います。でもまあ相手は本当に頑張ったね。そう、あれはまあしょうがない、ね、タフですよ、タフ、うん、タフだ、タフスキル、うん、それにつきますよね。井上チャンピオンも言ってたじゃん、うん、いや、パンチが当たってんのに、あれ、俺パンチがないのかなって思うぐらい、うんうん、聞いてビビっちゃったな、ね、あれなんだこれみたいな。井上チャンピオンクラスでもそういうこと思うんですね。ああ、絶対的に自分のパンチに自信持ってると思ってたんですけど、そう、うん、私も打たれ強くても絶対に井上チャンピオンのパンチは耐えれないよと思ったんで、スコンといっちゃうと思ったら、うん、そうじゃなかったな、まあ、頑張った。でもなんだかんだで8ラウンドで仕留めてる、ね、まあまあ最後はね、まあまあまあ、仕留めたけど、あのままずうずういっちゃうのかなと思ったりしましたけどね、うん、倒す男はやっぱさすがですよ。大変だよ、大したもんだよ、終わらせるところはね、うん、でもいや、さすがだね、井上チャンピオンね、これでずっと、はい、ノックアウトでどんどんどん来てるから、次はドネア。そうですね、WBC のチャンピオンに返り咲いたドネアと、はい、できるんですか、来週できるんですか、本当に。いやいや、私が言えばやると思うよ。そんな簡単な問題じゃないか。やるでしょ、だって本人もやりたいって言ってドネアもやりたいって言うんで。でも4団体がもう危いんですよね、カシメロ。あ、カシメロな、どうしようもないな、はい、でもあれ、まあ診断書があれ OK、 本当に成立すればOK、なんじゃあれ。そもそも試合の計量に現れなかった時点で剥奪ですよ、本来は。そうですよ、何が一応言うんですか、本当はね、はい、そんな言い訳になんないと思いますよ、まあ、そうだよな。でももっと前になんで言わなかったんだな、カシメロも当日に。おかしいじゃないですか、言ってることが。治れないの分かってんだからな、うん、いやもうダメですよ、ただ単に計量オーバーだと思いますよ、うん、今流行りの、うん、もし計量オーバーだったらもうボクシングか、本来はそうですよ、本来はな、本来はそうですよ。そんな甘いことが許されるんですか。いや、やってることが悪いよね、本当にさ。スポーツマンじゃないよ。私が WBO の 会長だったらすぐ、まあ、これがこの前のチャンピオンの試合の時、僕もちょっとちらっと言ったんですけど、うん、これがもし WBO がそういう OK の裁定を出すとですよ、いろんな選手がさ、当日計量に現れないで、すいません、ね、医者の診断を持ってきて、ね、そういう病気で診断書持ってきて OK になるのかっていう話になっちゃうわけじゃないですか。日本でもあったんだって。そうなの、そういう問題あったんだって。でバレたの、それ、うん、バレるっていうか、当日だから結局怪我したとかで、結局いや、あるよ、うちの選手が軽量来なければ当日本当に、はい、胃腸炎みたいになって、はい、病院に運ばれたのはいるんだけど、はい、それは本当なんだけど、どういうカシメロはだって次の日か 何かに YouTube に出て何か言ってるわけだよね。いや、カシメロは入院してる病床の映像を出してました。病床の映像しゃべってるんだよ、自分が、うん、いや、そんないけないぐらいだったら寝込んでさ、しゃべれないよな。そっちみち、そういうことをするのはおかしい話だし、そうそうそう、とにかく計量が現れなかった時点でも失格なんだと、まあね、もうそれはもう厳密化しなきゃダメですよ。疑わしきはってよく言うから、てか、うん、もうあれですよ、引退してもらいたいね。すごいね、我らが日本の最高傑作井上尚弥をさ、はい、これだけこう待たしたりさ、うん、そうだよな、こいつが悪いんですよ、全部ふざけたこと、はい、言い過ぎだしな。いや、本当そうでしょ、ね、相手方は命かけて、ね、体重ちゃんときちっと守っていってんのに、ことやね、言い訳ばっかりついて、そうだな、もう名前通りか、閉めろっていうぐらいな。あ、うまい。いや、でもこれ世界中が怒ってるだろうな。まあけど世界中というよりもね、とりあえず我々日本人としては井上チャンピオンをね、その4団体統一という夢をこう叶えさせてあげたいじゃないですか。そうだよ ね、そこで彼がこう集中してこのバンタム級にとどまっているのですよ、うん、いるのにもかかわらず WBO のタイトルを持った
チャンピオンがこういうことしてるとさ、また遠ざかるわけじゃないですか。毎回めんどくさいんだよ、このこいつだけがめんどくさいんですよ。本来で俺はカシメロとドネアが戦って統一して、それで井上ちゃんとやればいい話だったわけじゃないですか。そうこいつがさ、結局ドネアと揉めてね、こういう風になってるわけでしょ。こいつがになっちゃってる。こいつってカシメロちゃんって。でもね、計量場しなければまだ許します。計量場ってかね、当日やることしっかりやってればね。で生意気なこと言うのはまだわかるけど。そうだよな、試合ね、体重で計量にも来ずに相手に勝つ前に自分に勝てないわけじゃないですか。自分に甘すぎですよ。そうだよな、ほんともうね、恥ずかつ、あ、いや、もう追放。プロモーター的にもこれで試合キャンセルが2個になったんですよね、うん、そうだよな、莫大なことだよな、莫大な損害ですよ、うん、損害ですよ。だからもう結局井上チャンピオンだから、何、大橋会長が何か言ってたじゃん。そう、ね、ドネアとやって勝ったらそのまま行くか、もうドネアとやらなくてもそのまま、そう、スーパーバンタムとかなんか言ってましたよね、階級に上がるかって、うん、まあこれだけ時間ね、結局何、日本で初めてのね、4団体統一チャンピオンの夢がね、でも上に行けば、これバンタム随分伸びたけど、上に行けばさ、もう今度2団体同士でやろうって言ってるんだから、1つになる4団体の統一チャンピオンができそうだから、それに勝てば1回でもスーパーバントもそういうことかできちゃうんだから、うん、それは上に上がった方がもうスリリングもあるし、うん、面白いと思う。まあ、統一戦っていうのは本当いろんな面でやっぱ難しいですよね。難しいね。まして、ね、4つバラバラだったやつを集めるっていうのはさ、やっぱり難しいですよ、うん、難しいな、面白いんだけどな、一からやっていくのっていうのは、うん、やっぱりいろんな、ね、結局団体もさ、指名試合入れてきたりとか、うん、ね、そういうのが入るわけじゃないですか、ね、やっぱり4つ持ってるやつにボンっていった方が近いですよね、近いし。でも4つ持ってるやつも例えばいるじゃん、うん、に勝ってもなんか、まあ確かにファンとしてありがたみがないって言ってるってか、いやでもラッキーじゃん、棚ボタじゃん、強いよ強いよ、上の団体で4つ持ってんだよ。やっぱ井上チャンピオンが前なんだっけ、あの大会で全部勝ったじゃないですか、はい、ああいうような感じで、やっぱり、まあ、理想ですけどね、そう、それが理想よ、ね、私だからあれで4団体制覇したと思ったら、していないんだからな、何のために WBSS だったの、うん、そうなんですよ、あれなんだ、だから運的な、まあまあけどそうは言ってもね、井上チャンピオンがこのバンタム級で最強だというのは、その統一チャンピオンじゃなくても誰しもが認めてることですよ。ほぼ分かってるけどな、うん、でもまあドネアの、でもドネアを倒すとこは見たいなと思うんだよな。ドネアこの間試合やったじゃないですか。ドネアだからこの2連続でさ、無敗の選手を4ラウンドで倒してるわけだから、うん、強さが残ってるから、うん、この選手をやっぱりぶっ倒しとかないと上の階級に行けないんじゃないかなっていう気持ちあるよ。まあでも1回ぶっ倒してるからいいんですよ、まあ、1回はね、はい、一回は出してるよ。でも井上チャンピオンもやりたいって言ってるわけだよ、まあ、この間の試合見て、いやこれやる、あの価値はあるなって言ってるわけで。だからドネアの試合はいかがでしたんですか。いや、やっぱりワンサイズだよね、うん、まあ、ちゃんと計画的に倒してるよね。パンチもやっぱりね、うん、死んでないっていうか、まだ全然やっぱ一発あるんですね。重そうなパンチも上下の打ち上げうまいですね、やっぱりボディ打ちなんか。あの39歳で闘技を完全に越してるわけだよ、うん、全盛期を。それでまだテクニックは進化してるっていうね。あとはこのコロナによって少し休んだじゃないですか。それが逆にちょっと良かったのかなと思ったりするんですよね。あのダメージが抜けるっていうか、そのね、ずっとこう歴戦を積み重ねてきて、でゆっくりする時間もなかったと思うんですけど、コロナでちょっと休んだことで逆になんかこう体が蘇ったというか、体も良くなったし、研究もねしやすくなったんだろうね、時間があったから。そう、いや、大したもんね。ドネアまだまだ侮れないや。いや、侮れないやな。もう統一戦の頃にはもう40歳になる。そうですね。だから、まあ、うん、4団体じゃなくてもドネアぐらいはでもやってほしいですね、井上君。だからもうドネアに勝ったらもうカシミラどうでもいいから上の団体上がっちゃっていいんじゃない。もうみんなが証明してくれ、あ、なんだ、許してくれればいいじゃん。まあ、もう4団体4団体制覇したと一緒だよと、はあ、ドネアに勝てばもう上行った方がいいと。ドネアとやるとしたら日本ですかね。日本に来たいって言ったよ、ドネアも。いつでも行きますよって聞いたんですか。いやいや、書いてた書いてた、ネットニュースで。まあまあ、ドネアとしては、まあ、日本かアメリカか分かんないけど、井上とやるのが一番金になるから。そうそうそう、ね、マネーは一番いいんだから、それはどこでもやる、井上とやれるならってことでしょ、ね、今回まだ、まあ、はっきりした人数分かんないじゃん、あのペーパービューか、うん、 ね、あれの収益がすごい楽しみだな。ドネア戦だったら多分結構上がるでしょ、上がるでしょ、うん、
行きそうな感じしますもんね。ドネアはもう世界中で有名になってるからな、豪快球も制覇してるから。まあ将来の、まあ、お話はもちろん統一戦の話になると思うんですが、今回のウネチャンピオン、ご自身もおっしゃってましたけど、期待以上の試合を見せられなくてすいませんと。原因は相手がタフなだけです。そう、それだけで。それにつきますよ。ただ本人は理想が高くて、余裕で1ラウンドか2ラウンドか3ラウンドで勝つか予定だったけど、たまたま思ったより打たれ強かったからの話なんで、まあ、向上心とかそういうのはすごいあると思うんですよ。そうね、だからまあこれからも上に行けると思うんですよね。うん、まあ、うん、やはり想像以上の打たれ強かったっていうのが一番じゃないかな。うん、あとはファンがね、観客がやっぱり井上チャンピオンに求めてるものの大きさを本人も分かってるし、うん、そうそうそう、で本人としてもおそらく3ラウンドぐらいからスイッチ入って入れてきたんで、まあ、4ラウンドかないしは、うん、あるいは5ラウンドぐらいまでに、まあ、倒せるだろうと、倒すつもりでいたと思うんですよね。うん、そうそう、3ラウンドあったら明らかにあの、うん、ギア上げましたから、うん、だからそこから倒しに行ったんですよ。だけど、うんうん、それが意外と7ラウンド過ぎて8ラウンドまで行ってしまった、まあ、そこだけですよね。だからそう反省というのか、うん、こればっかりはしょうがないですよ。タフな相手を非常に強かったからな、評価が高くて周りの僕らがプレッシャーかけたんですよ。まあ、プレッシャーっていうのはその期待をね、本人も分かってる。中には世紀の大凡大なんだっけ大凡戦大ボンスマッチミスマッチになるんじゃないかっていうようなのが載ってたんですよ。うん、だからこれ見たらプレッシャーになるよね、やっぱりね。プレッシャーとか、まあ、そのプレッシャーっていうのも、まあ、怪物であるがゆえに怪物たる悩みがあるわけよ、やっぱりその、うん、で我々凡人じゃ分からない。だから本人も確実に当ててたわけだから、本当は3ラウンド4ラウンドで倒してるはずだよ。それがいや誰自分のパンチ当たってるの、何これ俺パンチなのかって思ったぐらいなんだから、確実に当ててんだけど、やっぱり相手を褒めるしかないな。これはそうですよ、うん、これはまさかもうそれ以上でも以下でもないです、うん、今回は相手につきます。相手が非常に打たれ強かったという。そうです。対人選手とは苦戦する、まあ、過去のデータはちょっとあるんだ。だってそもそも苦戦じゃないですから、苦戦ではないからね。ただ単に相手がタフだったと。そうそうそう、だってワンサイドでパイントも取ってるし、でも苦戦にはならない、ね、でも本人からしたら苦戦と思ってるんですね。長引いたってことでしょうね。苦戦じゃないけど長引いた、うん、そう長引いてしまう、思ったより長引いてしまう、うん、お客さんの、ね、まあ、あの要は信頼をちょっと失ったかな。井上チャンピオンのやっぱ理想の勝ち方がでかすぎるんですよ、スケールが。あとやっぱりあの、はい、数日前にドネアがあの倒し方をしてるっていう、うん、でもあのパートナーあれでしょ、そう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 、戸橋さん、戸橋、あのパートナーは井上チャンピオンにスパーリングでボコボコにされて、誰に、井上チャンピオンにやられてるわけだよ。それで泣いて帰ったっていうぐらいあっさりやられてたから。本当ですかね。そうそう、ガバリオ、そうガバリオがね、ガバリオが井上チャンピオンとスパーリングして泣いて帰ったんですか。そう、ボコボコにされて、ボコにされてスパーリング持たなかったっていう。何情報ですか。それは大橋会長情報。本当ですか。前打ちまで、いやこれ本当本当本当。でも暫定王者のそうあの勝ち方をしたってことですね、ドネアは。やっぱいいタイミングでボディ入ってましたもんね。ドネアは強いな、はい、まだまだいけるな、うん、だから井上チャンピオンってやっぱり真の統一チャンピオンを見せてほしいな。まあこの勝者がね、本当にバンタム級最強ですよ。そうね、これはもう誰もが認めることじゃないですかね。あと相手だって名前出てこないもん、誰か分かいないいないじゃん、うん、もう強いのみんなやられてるわけだからさ、うん、だからもう井上チャンピオンのドネアがやるしかないね、うん、でも今回は井上チャンピオンのいろんなパンチが見れたんじゃないですか。ファンは見れたけど、やっぱりガードなんで、いい角度で入ってるのもあれば、ほとんどがそこまで的確な、まあ、けどそうは言っても左袋のカウンターとかも入ってたんだよ。そう入って普通の選手だったら倒れてるパンチで何本もあったんだけどね。やっぱり相手が頑丈だったんだね。頑丈でディフェンス、非常に頑丈だったんだよ。ディフェンス非常だよ、はい、うん、畠山さんが見たあのニーダーチャンピオンの、はい、そう新しいねものにしてました。そうまあ、練習もしてきたっていうね、意識して練習してきたんでしょうから、左のトリプルからボディとか、うん、トリプルから左フ、あ、ダブルから左フックのトリプルとかね、うん、入ってたね。戦前本人が公言してたような攻撃ミス、ね、ミスさんで、うん、やっぱりしっかり意識して練習してきたんだなっていうね、うん、だって本人が言ってる通りじゃん、当たってんのに何俺パンチないのみたいな、うん、思うぐらいなんだから、まともに当たったんだよ。そうなんですよね、私たちが見るよりも確実に、うん、それで倒せなかったんだから最初はね、いかに打たれ強いかで、今までこんなに見たことないよと思ったんでしょ、うん、本人も。でやっぱまあ今回はね、うん、ディパインの打たれ強さを褒めるしかないよね。頑張りました。すごかったね。よく頑張りましたよ。うん、本当。
みんなが3ラウンドいないと思ったんだからね、はい、いやみんなじゃないですけどね普通は3ラウンドいないだと思うわけでしょ。7ラウンドって言いながら予想して帽子かぶってきてますからね。8ラウンド7と言いながら8だったそれは人間の8です。また言って何ですか人間の8。人間の恥恥バカ野郎まあ今年はじゃあ井上チャンピオンは見納めですけど。そうですね、ああ、まあ、今年2回やったのかな。そうですね、来年はだから2つの期待が持てるじゃん。ドネアに勝ってもう統一して2団体同士のスーパーバンタムがチャンピオンになって1団体になった、あ 1つのチャンピオンになったやつがやっと対戦して一挙に2階級の4団体制覇できるかもしれない、うん、まあ、来年はおそらくねスケジュール的には4、8、12とかそんな感じなんじゃないですかね、うん、そうすると、まあ、コロナ次第ですけど、うん、ね、4、8、12で年間3試合そう できれば富樫、ね、さんがさっき言った、うん、スーパーバンタム級のね統一戦までいけるんじゃないですか。来年3試合できれば見たいね。バンタム級卒業してそう最強の相手たちが待ってるよ。面白いよ。じゃあ来年も井上チャンピオンに期待しましょう。じゃあ、あなたたちも打てよ。